じゃあ、時間どうだ？結構なお時間ですが、このままやるか。分割すればいいよね、もう。お、よかった、イベントフィールド出てるじゃない。ちわーす。一人だけ制服じゃないけど。みんな、お疲れ様。みんなの努力の甲斐あって夢交際の展示部門大賞を受賞できたわ。おお、やったね。部長として一言お礼を言わせて。みんな本当にありがとう。やったね部長。部室にトロフィーが増えるよ。私からもお礼を言わせて。最後の夢交際を最高の形で締めくくれたのはみんなのおかげよ。どうもありがとう。いやー、水臭いことを。俺なんて何もしてないですよ。私もカオルコ先輩、弥生先輩、どうもありがとうございました。玉木もすごく嬉しいです。報道部最高。本当に俺何もしてないからね。ね、当日まで準備とか手伝わなかったし、当日は当日でアイドルと遊んでたし、俺もこのメンバーで夢交際が経験できてよかったです。ありがとうございました。あら、あなたいたの？みたいなことにならないよね。私たち3年は今日で部活を引退するわ。あら、突然ですね。そんな、どうしてですか？寂しくなっちゃうよ。まあ、いてもいなくても仕事してるようには見えないから、実質あまり影響はなさそうだけど、パンツが取れないのは嫌だ。引退はするけど。やだやだ、小生やだ。部室には顔を出すつもりよ。だから安心して。あ、じゃあ安心します。パンツ取れる。私たちは夢交際でけじめをつけたから、あとはメグ、あなたたちの番よ。思う通りにやってみなさい。はい。いいんですか、思う通りにやっちゃって。 部活なくなっちゃうかもしれませんよ。次期部長はメグ。はい。やったね、メグちゃん。明日からあなたに報道部を任せるわ。いいわね。明日から報道部改めトースポ部になります。よろしくお願いします。はい。先輩たちに笑われないよう一生懸命頑張ります。一生懸命アナウンサー、女子アナと野球選手のね、旺盛を写真に収めます。俺も抜けたら二人になっちゃうけど、ごめん三日月、たまちゃんも。そっか、そろそろ解散。そっか、9月で俺終わりなんだもんな。あ、待ってください。みんなで写真を撮りましょう。大賞受賞記念ってことで。いいわね。賛成。アナッチナイス。おー、じゃあ俺撮る線で、ちょっと向こうからスライディングしてくるから、みんなそれぞれね、スカートを託し上げてくれると撮りやすくていいです。すいませんね、本当にね、最後までね。はい、それじゃあ撮りますよ。 1+1 は可愛い。みんな可愛いな。じゃあ今日は解散。早く帰ってゆっくり休んで。お疲れ様。部長のこんな顔見るのは今までなかったよね。お疲れ様でした。ん、あー、なるほどね。いいや、理事長のはいいや。え、今のがみんなのイベントじゃなかったの？ちょっと待って、お兄さんだよ。え、これ、先に部室に行かないとダメだった？これは、もしかしてやっちゃったか、俺。やっちゃった系男子か。ちょっと、リホちゃんの手紙だけ読もう。リホです。今日は一日マネージャーお疲れ様。私のわがままに付き合って案内をしてくれてありがとう。今日は大満足の一日でした。ステージの方はどうだったかな？いや、最高でした。私なりに今のベストで一生懸命頑張ったつもりです。君の感想を聞かせてください。今回は最初の取材から含めて本当に楽しかったです。なかなかの長文だな。全部君のおかげだね。心から感謝してます。またいつかどこかで会えるといいね。それまでお元気で。次はドリームクラブでお会いしましょう。よーし、俺のフランクフルトとソフトクリームをリホちゃんにぶち込むぞ。食べさせるって意味ね。リホちゃん、今日はお疲れ様でした。リホちゃんに大満足って言ってもらえてよかった。リホちゃんもサティスファクション、いいね。俺もサティスファクションだよ。
最高のステージでますますリゴちゃんのファンになったよ。こちらこそこんな貴重な機会をくれたリゴちゃんに感謝です。これからも応援するから頑張ってね。これで芸能界とのコネクションができたね。やったね。お、まだ来る？よかった、ありがとう。もしまた夢ヶ島に行く機会があったら案内してもらっちゃおうかな。それじゃあまたね、さようなら。んー、リホちゃんとのデートステージは楽しかったんですが、学園祭というか、学園祭んじゃない、メグネーと、まあ、その他面々のイベントが回収できてないですね。これね、やり直した方がいいかな。やり直すか、やり直すというか回る順番を変えてみるか。うん、そうだね、リコちゃんを迎えに行く前に先に部室に寄って報道部のメンバー の雑事をこなしてリコちゃんとのデートに挑むっていう感じで回ればいけるかな。うん、まあでも近いですね、それもね。はい、ではね、また次回よろしくお願いします。ちょっと長くなったんで分割するかな。うん、はい、ではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。毎度お世話になっております。夏色ハイスクール実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回ドリームクラブ60分コースを遊んでしまったため報道部のイベントを見逃してしまったので9月28日早朝にタイムリープしています。いやー、確かにね、1日マネージャー引き受けてリホちゃんのライブを見て堪能はしたんですけど、でもね、まあメインヒロインの攻略をしてるわけだから、もしフラグに関わるようなイベントだったらね、これこぼしたことによってエンディングを迎えられないなんてことになったら困るからね、やり直しますよ。じゃあ学校から開始。リホちゃんには悪いけどね。ただいま読み込み中。これで報道部に行けばイベント大きいのかな。メグ姉が報道部に顔出してってメールしてたよね。イベントフィールド出てないけど、時間が早かったかな。うい、イベントフィールドを切り出すんだ。お、出てる出てる。メグネー、ちょちょ、机が邪魔。メグネーじゃない。ホルスタインパイセンだ。あ、弥生さんお疲れ様です。あら、どうしたの？いや、メグネーが呼んでたから。いや、ちょっと寄ってみただけです。今は弥生さんが当番なんですね。もしかして、心配して見に来てくれたの？優しいのね。いやー、やり直す前はね、風俗で豪遊しちゃったからさ、イベント取りこぼしちゃったんでね。違いますよ、そんなんじゃないですってば。で、どうですか、今日は人入ってますか？どうかしら、私のいる間はそうでもないみたいだけど。呼び込みとかした方がいいんじゃない？あら、カオル子からだわ。とりあえずこの私物のブルマを履いて呼び込みしましょうよ、弥生さん。ええ、そう、どちらかというと暇ね。今ちょうど来てるわよ。そうなの。何の話してんの？ワイダン？え、わかったわ、ちょっと聞いてみるから。ユリップル同士のワイダンかな。ねえ、今からちょっとの間当番を代わってくれないかしら。どっか行くんすか？え、俺がですか？まあそれが俺の役目なんです、なんですから別にいいですけど。彼がいいって。今から行くわね。ちょっと弥生さん、彼だなんて、弥生さんは3週目ですから、まだそんな仲じゃないですよ僕たち。カオル子が一緒に行きたいところがあるって言うから、ちょっと行ってくるわ。ここお願いするわね。弥生さんたら、彼女に彼氏を紹介するだなんて、トライアンクル。あ、はい、行ってらっしゃい。君は誰とキスをするってね。ふう、思いがけず留守番役か。それにしても弥生さんたちって本当に仲がいいんだよな。ゆりおじさん歓喜だな。本当人いないね。お、ゾ、アナッチ、ここにいたんだ。メグネーのことゾンビって言いそうになった。やあ、三日月。もしかして
当番交代中？うん、まあそんなとこ。そっか、じゃあしばらくここにいるんだね。二人きりいいではないか。もう一人のユリップルが来た。誰？あ、タマちゃん。クレイジーサイコヤンデレユリ少女が来た。先輩もいたんだ。二人で何やってたの？君が来なければ何するとこだったんだよ。惜しいね。うん、いや、どうしたらもっと人が入るかなって作戦を考えてたんだよ。え、アナッチ？し、ここは話を合わせて。わかった。それなら、タマキも一緒に考えてあげる。本当？ありがとう、タマちゃん。ありがてえ。それで、今まで出た案は？とりあえず、まず服を脱ぎます。それがまだ全然。本当なの？メグネ。実はそうなんだ。本当かい、カツオくん。ダメだな、もうタマキが来なかったらお手上げじゃん。それでタマキちゃんは何かいいアイデアあったりするの？タマキちゃんはね、コメントでも言われてたけど、ブルマ似合いそうだよね。赤ブルマ似合いそうだよね。色指定しちゃうよ。もちろん。じゃあメグネ、ちょっと。何をやんの？ユリの実演とかしてくれる？ちょっと俺にも教えてくれないの？先輩はいいの、黙って座ってて。おお、アウトオブカヤ。はい、なんか寂しいな。タマちゃん、それいいでしょ。タマキ天才。それじゃあ早速やってみよっか。アナッチはそこでそのまま。え、俺は何もやんなくていいのか？あ、そう、やっぱりそうなんだ。まあ女の子に任せた方が花があっていいやな。展示やってます。おう、呼び込みか。ぜひ見ていってください。まあ効果あるよね、そっちの方がね。よろしくお願いします。おお、かわいい。タマちゃん、もっと大きな声で元気よく。うん。タマちゃん向いてないんじゃない、こういうの。安いよ。安いのにタダってどういうことだよ。え、名案って呼び込みのこと？しかも安いよってバナナの叩き売りじゃあるまいし。夢校のことから島のことまで部員一人一人が取材した記事を展示してます。俺のパンツ写真展もやってます。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。遠からんものは音に聞け、近からんものは目にも見よ。玉木ちゃん、だからそれは。玉ちゃん、それじゃダメだよ。お、ダメだし。え、だってもヘチマもありません。ヘチマ？うん、ヘチマって言うよね。あれ、違った？うちの地域じゃだってもあさってもって言ってたけど。おいおい。あ、どうぞ。報道部の展示をやっています。お時間のある方はぜひ見ていってください。報道部です、展示見てください。こういうロリッコが顔をあからめながら恥ずかしそうに呼び込みしてると、おじさん興奮しちゃうな。うへへ、いいぞ。お、人入ってる。なんだかんだで呼び込みも効果あるのかな。少しずつ人が増えてきた気がする。はぁ、疲れた。タマちゃん、お疲れ様。本当大変だったね、お疲れ様。ね、タマキのおかげで大繁盛だったでしょ。最後までアナッチは何もしなかったな。アナッチにもやらせればいいのね。本当だね、タマちゃんすごい。メグネに褒められちった。あった、かわ。あら、ずいぶんと盛況じゃない。お、帰ってきた部長。カオルコ先輩。あ、弥生先輩も。どこでイチャついてたんですか？見たかったな。こんなに人が入ってるなんてびっくりだわ。タマちゃんのアイディアで少しの間廊下で呼び込みをやったんです。そしたら効果てきめん。タマキ、グッジョブよ。部長にまで褒められちった。よし、じゃあ後で角砂糖3つあげよう。タマ、お先輩は黙っててください。お願いですから。また、卑猥なあだ名を言おうとして。え？どうして？アナッチ、グッチョ。
どうせたま、たまきんさんって言おうとしたんでしょ。とにかく、あとは私の番だから。みんな解散していいわよ。ほ、やっと解放されるんですね。じゃあめぐね、一緒に何か食べに行こう。うん、そうだね。アナッチはどうするの。俺は君を食べたいな、なんつって。まあ適当に回ってるから二人で楽しんできなよ。そっか、じゃあ行こっか、たまちゃん。その様子を俺は遠くから見てるだけでいいから。うん、行こう行こう。ユリチュウとは間に入るものではない。もう少しここにいるわ。遠くから観察するものだ。それがユリチュウにとって原則である。あら、いいのに。いいのいいの。それじゃあ失礼します。行ってらっしゃい。これが報道部のイベントかな。もうない。おう、この位置はまずいな。この位置は覗けない。お互いがお互いを監視してるからね。こうやって見るしかない。おお、なかなかすごい下着を履いてますね。ああ、ドドリアさんの皮膚みたいなの履いてる。どうすかな。今何時。まだイベントあるかな。あ、2C に行ってみようか。メグネが 2C にたむろってるかもしれないから。で、イベントがないか、ちょっと見てこようか。いる？いないね。いないか。時間経つまで、ちょっと、時間経つまでっていうか、時間経過させてみるか。お、メールが来た。あ、あったな、このメール。楽しみのところ悪いんだけど、今すぐメグを連れてきて。これって、リホちゃんと一緒の時は、メグね、部長の背後にずっと立ってたんだけど、俺一人の時だったら、2C にいるかね。 2C だっけ。メグネーのクラスって 2C だよね。あ、いた。いるじゃない。おっす。もしよかったら一緒に見て回らない。いや違うよ。メグネーを連れてきてって頼まれたんだよ、うん、あれ、これでいいのかな。この状態で部長のところに行けばメグネーを引き渡せる。ねえアナッチ、今日は何か面白いことあった？うん、これからあるんやで、我々の未来には。どうしよう、これで部室に行ったら部長の背後にメグネーが立ってたら怖いね。おお、よかった、いないいない。連行してきやしたぜ。私たちは先に校内を回ってくるから留守番はお願いね。え、さっき言ったがな。まだ行くんですか？はい、任せてください、カオルコ先輩。いってらっしゃい部長。あと大神パイセン。さて、ここからは2人で留守番か。で、何をすればいいんだ。暇だからウノやる。正直言ってやるべきことは特にないんだよね。解説を求められたりしないのかな、お客さんに。そりゃそっか、お店とは違ってお金のやり取りがあるわけでもないし、来てくれた人たちに俺たちの書いた記事や写真を見てもらうだけだもんね。でも見て、あそこのお客さん、私が書いた記事をじーっと見てる。何か変なところがあったかな。おや、きっとあれは陸上部のユニフォームを着た、何子ちゃんだっけ。彼女の印象がすごく薄いんだよな。何子ちゃんだっけな、名前忘れてしまったな。雪村ちゃんだ。雪村ちゃんを食い入るように見てるからきっと変態だよ。そんなことはないと思うよ。真剣な表情で読んでるみたいだし、きっとメグの記事を気に入ったんだよ。気に入っているのはユニフォームだ。そうだといいけど、目の前で記事を読まれるなんて経験はめったにないから、なんだかすごく緊張しちゃう。序盤の方でフラグを折っちゃってたのが良くなかったね、雪村ちゃんは。本当にイベントが起きないとね、名前覚えられないからね。それは確かに、記者が読者さんと直に会うことなんてあんまりないもんね。でも、これも記者になるためのいい経験になるかも。私、ちょっとあの人に感想を聞いてくる。おー、さすがトースポさん、ぐいぐい行くね。あ、ちょっとメグ？やれやれ、部活のことになると本当に一生懸命だな、メグは。
これでよしと、たっぷり聞いてきたよ。なんて言ってた？ずいぶん長い間話してたね。ちょっとしたアンケート調査みたいだったよ。うん、中には厳しい意見もあったけど、その分とっても参考になったよ。うん、そういう意見って大事だよね。褒められるよりも、なんていうの？欠点というか悪いところを指摘された方が次に活かせるからね。俺はまあ褒められたいから怒られたくはないんだけど、褒めて伸ばして、俺のことは。おお、ポジティブだね、さすがメグ。と言ってもさすメグ、悔しくないわけじゃないけどね。でもそれは私が力不足のせいだから。おお、前向きだな。これをバネに来年の夢交際までにはもっといい記事が書けるようになるぞ。叩かれれば伸びるタイプなんだね、メグネーは。俺はずっと甘やかされたい。甘やかされて生きていきたい。二人とも、受付お疲れ様。そろそろ交代の時間よ。あとは私たちに任せて、二人で楽しんでらっしゃい。いや、もう正直見るとこないんですけどね。一日目に見て回ったから。あ、はーい。ありがとうございます。じゃあ、行こうか、アナッチ。行くって言ってもどこに？ほら見て見て、アナッチ、クイズ大会も盛り上がってるみたいだよ。急にテレポートしてくんなよお前ら。怖い怖いわ、やめろ。本当にこの島の住人はみんな瞬間移動を体得してんだな。へえ、思った以上に盛況だな。郊外の人たちも大勢参加してるみたいだし、他にはどんなイベントがあるんだっけ。確か体育館の特設ステージでライブや発表会なんかがあるはずだよ。そういえばミスコンどうなった？必死で人集めたんだけど、ミスコンの結果とか、そうっていうか ミスコンの様子とか見たいんだけど。結果もそうだけど、どうする？全部取材する？もちろん、夢校の魅力をみんなに伝えるためには時間の許す限り取材しないとね。その代わり特設ステージの取材が終わったらちょっとだけ自由時間が取れると思う。そうしたら私たちも出し物を見て回ろうね。リオちゃん、まだ駅で待ってんのかな。オッケー、最後まで付き合うよ。ふう、取材は終わったけど、なんだかんだで最後のステージの演目まで取材しちゃった。あー、それその様子見たかったんだけど。ごめんね、アナッチ、私ったらつい夢中になっちゃって。事後しかないのか。事後だけじゃなくて最中も見たかったんだけど。気にすることはないよ、取材ついでにいろいろな出し物が見物できたし。アナッチは優しいね。そうだよ、優しいよ。さあ今度こそ本当に自由時間だよ。最後くらい二人で一緒に夢交際を楽しもう。うん、そうだね。どうしたの、アナッチ、もしかしてもう疲れちゃった？ううん、そんなことはないよ。ほら、あっちでも何かやってるみたいだよ。即興のイベントかな、見に行ってみよう。アナッチったらまるで子供みたい。この夢交際が終わったらアナッチはこの島からいなくなっちゃうんだもんね。夢交際ずっと続いてほしいって思ってんのかな。ちょっと休憩しようか、アナッチ。うん、さすがに少し疲れたよ。今日は取材やらイベントやらでずっと歩きっぱなしだったしね。実は私ももうクタクタ。グランドフィナーレの時間までここでのんびりおしゃべりでもしよっか。それもいいかもね。それじゃあ改めてメグ、夢交際お疲れ様。ありがとう、アナッチもね。なんかあっという間だったね。この実況もね、1年間やってるんだけどもう終わりが近づいてるもんね。まああと2周するんですけど、途中からだけどね。そうだね、でもそれを言うなら俺なんか転校初日から今日まであっという間だった気がするよ。うん、私もそうかも。マイメモリーをパンツ いっぱいにできたかい。この3ヶ月いろいろなことがあったけど、今思うとその全部が私にとって必要な時間だったんだと思うの。きっと私一人じゃ乗り越えられなかった。アナッチがそばにいてくれたから前を向いて進んでこれたんだと思う。わー、嬉しいこと言ってくれるな。そんなこと、メグは昔からいつだって前向きな女の子だったじゃないか。そうかな、今はそんな自信ないよ。いや、別の世界線ではね、
あのアナッチが介入しなくてもメグちゃんは部活に復帰してるからね。アナッチと離れ離れになったらなかなかハングリーセンシーがあるよ。どっかに飛んでっちゃいそうで。そんなこと言うなよメグ。それじゃ俺が安心して転校できなくなっちゃうだろ。本当？だったら転校なんてやめちゃえばいいよ。私が心配だったらずっと夢校に残って、うん、結婚しよう。もう今すぐ席は入れようよ。16歳だよねメグちゃん。あ、でもアナッチが18歳にならないとダメか。それは無理だよ、メグだって分かってるだろ。うん、ごめんね、ちょっとわがままを言ってみただけ。いや、俺の方こそごめん。本当はずっとメグのそばにいてあげたいけど、今の俺にはどうにもできないことなんだ。親の仕事の都合じゃ子供にはどうしようもできないよね。アナッチが謝ることないよ。でもアナッチのそういう優しいところ私大好きだよ。ありがとう。俺もメグのこと。アナッチ、お、いい雰囲気やないけ。おこんな昼間っから。おお夢交際は全プログラムを終了しました。邪魔されてしまいましたね。生徒の皆さんは後片付けを開始してください。不純異性有行為は許しませんってことか。気まずいよこれ。だってさ、もう終わりみたいだね。せめてね、 BGM もうちょっとムーディーな感じにしてくれたらね、そのままいけたかもしれないけど、俺たちも後片付けをしないとね。妙なタイミングで校内放送が流れたな。あと少しだったのに。まあまあそれは終わってからね。じゃあ私たちも部室に戻ろっか。そうだね、みんな待ってるだろうし。あ、でも私ちょっと先に行ってるね。アナッチはゆっくり来ていいから。だからそのまたね。くそ。実況恥ずかしいよ。もうこういう雰囲気は慣れないな。あ、ちょっとメグ、あ、行っちゃった。まあちょっと気まずかったからしょうがないか。でも明日でお別れなんだし、もう少しゆっくり話がしたかったな。で、ここに戻ってくるのか。みんな、お疲れ様。残念ながら大賞は逃したけど。あらら。報道部らしい。いえ、私たちらしい展示ができたと思うわ。あれ？ロードする前は、あ、じゃない、タイムリープする前は、大賞を取ったはずだったんだけど。ありがとう。逃したことになっちゃうのか。私からもお礼を言わせて。最後の夢交際、みんなと頑張れてよかったわ。ありがとう。いや、みんなでやったっていう結果が残ったからいいよね。カオルコ先輩、弥生先輩、先輩たちもお疲れ様でした。玉木も楽しかったです。あの、俺もです。ありがとうございました。しんみりするのはまだ早いわよ。私たちまだ引退するわけじゃないから。ああ、大賞を取った後は引退っていう話をしてたけど、大賞を逃した場合はまだ在籍するんだ。え、まだ部活続けてくれるんですか。そうね、これまでと同じようにとはいかないけれど、卒業までは顔を出させてもらうわ。やったぜ。三日月さんたちが無理しすぎちゃったり、強引に部員を増やして活動がおろそかになったりしないように監視しちゃうぞ。監視されたいぞ。それはないですけど、でも嬉しいです。監視しちゃってください。お願いします。俺もお願いします。私生活を監視してください。監視はちょっとやだな。いやいや、全然 OK だよ。玉木ちゃん何言ってんの。よかった、俺がいなくなっても報道部は変わらずにいてくれそうで。アナッチ、お前消えるのか。でも実質的には今後の活動はあなたたち2年生以下が中心よ。なんか対象を逃した方がよかったね。あの、みんな残ってくれるし。次期部長はメグ、覚悟はできてるわね。はい、一生懸命頑張ります。そして必ず報道部を次の世代に引き継ぎます。玉木もメグ姉と一緒に頑張ります。よろしく頼むわね、メグさん、玉木さん。あら、弥生先輩が普通に人の名前呼んでる。はい、やっと玉木ん呼びから
玉木さん呼びに戻したわ。あれ玉袋さんって呼んでたんだっけ。あれ筋太郎さんだっけ。頑張れよ三日月。玉木ちゃんも。じゃあ今日は解散。お疲れ様。お疲れ様でした。次世代のアナッチもお疲れ様。報道部にアナッチが入れないのはちょっと寂しいね。ああお疲れメグ。さっきはごめんなさい。え、ああいいよ気にしてないから。明日なんだね。うん。お見送りさせてね。うん。アナッチったらさっきから運ばっかり。うん。あ、ごめん。それじゃあ明日ね。うん、明日。これ、ああそっか。これもな。理事長のなイベントも全部見たかったな。さすがに最初からやり直すのはきついからやれないけど。メールは来た。あ、そっか、リオちゃん、ひどいよ。ずっと駅で待ってたのに、仕方がないので今田さんに連絡して迎えに来てもらいました。私の方はこのままで大丈夫なので、マネージャーの件はもう気にしないでください。きつ。仕方がないとはいえきついな。リオちゃん、ドリームクラブに行くよ。30分延長するからね。有能で大事な助手に感謝。アナッチ、最後の取材お疲れ様でした。最後の最後まで連れ回しちゃってごめんね。アナッチのおかげでバッチリ取材ができたよ。本当にありがとう。あと最後まで困らせちゃってごめんなさい。でもどうしてもわがままを言いたかったんだ。今日一日は私にとって大事な一生の思い出です。はぁ、終わりか。明日か、とうとう明日でこの島ともお別れなのか。じゃあ9月29日はこのパートではやらずに次のパートに持ち越しましょう。ちょっとね、長くなっちゃうだろうし、まあ、区切りも良くないからね。はい、ではね、次回三日月めぐルートですけど、1週目ね、最終回になるんじゃないかと思います。明日以降アナッチの話が続かなければね。はい、ではね、また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。